権威主義支配国が横暴に大股でやってきた、台湾牽制強め。中国政府が物々しく台湾独立派の顔面分子とみなす人物の監視リストを作成し、罰すると言明した。活動資金の提供者も含むとしており、台湾人のみならず日本人を含む外国人も処罰対象となる可能性がある。香港市は、監視リストに乗れば生涯にわたって責任を追及されると伝えている。中国の目的はリスト作成で共産党政権の意に沿わない人物をあぶり出し、摘発の恐怖心を植え付けることにある。これに弾圧を感じない人は極めて鈍感だと思う。中国政府の台湾事務弁公室は香港市の報道を認めた。中国共産党機関紙や人民日報系の環球時報は、リスト掲載者は、中国本土や香港、マカオの地を踏めなくなり、他国への訪問も危険な旅になると脅している。中国の反国家分裂法や刑法で定めた国家分裂罪などを根拠として、リスト掲載を理由に誰もが中国の入国時に拘束される恐れがある。日本を含む国際社会は連携してリスト作成の真意と効力を正すべきだ。狙いは台湾内外の人々を脅迫する心理戦である。中国が一日も早く台湾吸収を完了させたいのは明白になった。先に6月末に施行した香港国家安全維持法で、中国当局は香港独立派を含む民主派勢力への弾圧を正当化した。香港永住権を持たない海外在住者も同法の適用対象だ。台湾独立派の監視リストも同じ延長線上にある。中国は国際社会に約束した香港の一国二制度を有名無実化した。現在、台湾には実効支配さえ及んでいない。許しがたい粗暴な挑戦だ。台湾を中国の脅しから擁護するのは民主主義陣営の責任だろう。中国軍は台湾南西の防空識別圏に戦闘機などを次々侵入させ、周辺海域で空母の活動を活発化させるなど軍事的圧力を強めている。東シナ海沖縄県尖閣諸島の領有権を執拗に主張し実力行使を続けているのも、台湾吸収戦略があってのことだろう。香港市によれば、リストは来年1月、米国の次期政権誕生後に公表される見通しという。混乱が続く米大統領選の間隙を狙って中国は一方的な主張を国際社会に押し付けようとしている。日本や国際社会は中国を厳しく監視しなければならない。日中間個別の事柄なぞ矮小なことになってきた。お聞きいただき感謝申し上げます。